い、こんにちは、マロです。今日もね、うちの中から撮影してます。よろしくお願いします。東京地方ね、晴れてますね。非常にいい天気です。ポカポカ陽気ですね、昼間。ただね、やっぱり朝晩ね、まだ寒いですね。今朝もね、うちの娘保育園行くときね、結構寒かったです。かなりね、暖かい格好していってね、お出かけしてもらったんですがね、やっぱり朝晩はね、ちょっとまだ冷えますね。今日はね、2月22日ですね。今日は何、夫婦の日なの？いい夫婦の日、なんかそんな日らしいんで、222が並んでいるんでね、珍しいのかなと思います。去年のね、は2022年の222だったんで、なんかね、2がいっぱい並んでるんですけど、中国人の人はね、喜びそうですけどね。はい、今日のテーマなんですけど、春です、旅行に行きますってね、こんな話です。はい、暦の上ではね、もう春なんですけどね。まだでも、実際はね、冬空がね、意外と多く続いてます。明日からね、ちょっと旅行に出ます。温泉に行こうと思っています。そんなわけでね、ちょっとお家にいないんですけど、初めての、ね、温泉旅行なんでね、ちょっと動画をいっぱい撮ってこようかなと思っています。ただね、明日からね、なんかね、雨みたいで、日曜日ぐらいまで雨模様です。そんなわけで、まあ天気はね、あまり良くないんですが、まあまあでもね、雨降るとね、意外と暖かいのでね、まあいいかなと思います。雪という予報にはね、全くなってないのでね、全然いいです。まあそんなわけでね、明日からちょっと出かけるんですが、まあね、ちょっと動画をね、少し撮ったりとかしてね、あとのんびりしたいですね。少しね、ゆっくりして、いろいろ考えたりするのもいいのかなと思っていますが、まあ結婚してからね、まあどこもね、連れて行ってあげられてないのでね、まあ旅行っていうのも悪くないのかなと思います。あとね、全国支援、とかなんとかっていうのでお金が戻ってきたりするので、キャッシュバックのようなものがあったりとかします。そんなわけでね、意外とね、安いね、感じでね、ホテルとかね、予約ができました。ただ乗り物代とかはね、まあまあ払うんですけど、まあそんなわけでね、明日からちょっとね、出かけます。はい、そんなわけでね、まあね、日曜日までね、まあお出かけなんですが、まああれですね、どっかね、うろうろ歩き回るってことでもないので、まあ、温泉宿にいて温泉に入ったりとか、ちょっと外に食事に行ったりとかね、そんなところですかね。そんなわけで、これから、ね、今日ね、夜準備をするんですけど、まあ明日ね、昼間、お昼ぐらいにね、出かけます。そんなわけで、まあ、洗濯物もね、今、パパって取り込んだし、あと家のね、ちょっとね、片付けをちゃんとしとかないといけないかなと思いますけどね。まあそんなわけでお出かけなんですが、うちの娘もね、うちの奥さんもね、まあ温泉とか初めてです。まあどんなことに注意とかってあるんで、まあいきなりね、湯船に入らないようにしてくださいとか、まあそのぐらいなんでしょうけど、まああとはまあ別にそんな面倒くさいことはないのかな。で、意外と日本にもだいぶ5年も住んでるんでね、慣れてると思いますし、娘がね、怪我とかないようにね、そういうとこだけね、ちゃんと注意したいなと思います。で、僕もね、なんかやりたいことあんのかなと思ったけど、特にないんで、ちょっと動画を撮影したりとかね、そのぐらいですね。特別何かこうしなければいけないとか、ああしなければいけないってこともなく、のんびりとね、過ごしたいですね。少しね、こう、なんだろう。気分を変えるっていうのもね、全然いいのかななんてね、考えてます。はい、まあ、あとね、本当はね、もうちょっと北国の方とか行きたかったんですけどね、まあ、ちょっとね、時間の都合とかね、あとそういうのがありますしね、あんまりなんか寒いとこ嫌とかって言われちゃったんでね、意外とね、なんかね、冬のね、なんかこう、東北とかね、行ってみたいんですね、僕。青森とかね、あっちの日本海側とかなんかね、すごいね、風景がね、いいんでね、ああいうところとかいいなと思うんだけど、ちょっと時間的に行かれなかったりとかね。で、また今度ね、また何年かしてね、機会があれば、またその時行けばいいかなと思っているんですが、まあ、日本ってね、結構ね、四季がね、あってね、夏だったり冬だったりとか、秋、春ってね、いろいろ季節によってね、同じ場所でもね、風景とか雰囲気が変わったりしますよね。だからそういうね、四季折々のね、日本というものをね、これからね、少しずつね、時間があった時ね、見て回れればなぁなんてね、考えています。そういうわけでね、まあ、日本のこの四季ってとても美しいのでね、まあ、YouTube とかでいろいろね、見れるところがあるんですけど、実際に行って、目で見てね、こう、なんていうの、その、なんかね、
場所をね肌で感じたいっていうのかな、なんか空気感ってやっぱり全然違うじゃないですか、旅行に行くときの。だからそこのね場所の空気に触れるってことはねすごくいいことなんですけど、そういうのをねやっぱり、ね、うちの奥さんとか娘もね、少しねなんかこう味体験してみてもらえるとね、なんかね、日本の良さっていうのは新たにね、わかるんじゃないかなと思います。で、あとまあ、日本海側とか北海道とか行くとね、魚とかすごい美味しいし、で、うちのおばあちゃんがね、日本海の出身なので、意外とね、魚のこと昔詳しくて、僕も、祖母のね、実家の方にね、行ったことが子供の頃あるんですけど、魚がね、やたら美味しいイメージがあってね、そういうイメージがすごく残ってます。あとまあ冬はね日本海も本当行ったことないんでね、あの寒いなんかねこうなんて言うんだろう、こう関東に住んでる人たちにはね、分からないようなねあの体感というのをねちょっとね味わってみたいななんて思いますが、はい、すいません、ちょっとコーヒー飲ませてください。いただきます。今日もモカブレンドです。いただきます。あ、美味しい。あ、さっぱりした。あ、落ち着きますね。いいですね。で、最近はね、またね、日本もね、だいぶ、観光が戻ってきて、皆さんがね、旅行、海外からね、いっぱい来てくれるようになりました。で、各、なんか旅行のこうね、名産地みたいなところだね、なんていうの、名所だとね、海外の人はかなりね、来ているっていうのがね、こうニュースで見たりします。で、やっぱり、なんだろう、ヨーロッパの人が多いのかな、あと東南アジアの方ね、意外と多かったりとかね、しててね、だいぶね、来てもらって、観光がね、戻ってきてると思います。で、まあ、これからね、どんどんね、自由にね、いろいろなところにね、どんどん行けるようになってきたのでね、来年にかけてね、全然ね、いいと思います。で、まあ、そういう中でね、日本の良さをね、知ってもらって、またね、インバウンドでまた次、来てくださいとか、またね、誰かにね、伝えて、日本に行ったらね、こんな風に楽しかったっていうね、こういうね、話をね、他の人にしてあげたりとかすると、またその人たちがね、また日本に興味を持ってね、日本に来てもらえるんじゃないかななんて僕は思ったりするんですけど、だからなんかね、日本って、ね、意外とこう自然があったりとかね、意外とそういう面でね、観光には僕は適していると思うんで、新たにね、また、どん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 いろんな人が日本に来て、お金をいっぱい使ってくれるとね、すごく嬉しいなと思っています。はい、実際ね、僕もね、行ったことないとこばっかりなんですよ、日本なんて。10代とか、20代の頃ね、バイクでいろんなとこに行ったんですが、ほぼほぼだから行ったことないとこいっぱいありますね。行ったことないのって、だから大阪からね、向こう側へ全然行ったことないんですよ。だから四国とか九州も行ったことないし、大阪まではね、バイクで行ったことあるんですが、それ以外はね、全然行ったことないし、あと北陸とかもね、富山ぐらいから行ったの。まあ、おばあさんの田舎は富山だったんで。あとはね、まあ、東北はね、ほとんど行ったんですが、夏しか行ってないんですね。冬はね、行ってないんですね。だからまあ、あと北海道も行ったことないですし、そういう面で考えると、日本全国ね、まだ見てないところっていうのはたくさんあります。そんな中でね、もうちょっとね、この辺行かれたらいいななんて思うとか結構あるんですけど、今んとこね、だからまあ、北陸の日本海側のね、もうちょっと北側のところとかね、まあ冬にね行ってみたいなって思ったりしてるんですけど、あとはそうですね、四国行ってみたいですね。四国なんかね、夏の四国って結構良さそうな、ね、イメージがあるんですけど、ちょっとねあの辺の四国、日本海側じゃなく、ごめんなさい、瀬戸内海側のね四国って結構なんか良さそうで、なんかねこうのんびりしたね、こう雰囲気があるのかなと思うんですがね、その辺もね、ちょっと行ってみたいな。四国って意外と、関東圏からそんなに思ったより遠くないし、意外とね、パッと行けるんじゃないかなと思いますが。
はい、まあしばらくね、ちょっと日本にいる間ね、旅行できる範囲でね、またね、考えてみます。まあ本当ね、現代人なんでね、やっぱり、今の日本でだんだんね、せせこましくね、また忙しくなってくると思いますのでね、また旅行に行く機会もね、だんだんなくなってくると思うんですが、で今回ね、まあ、初めてね、うちの家族とね、出かけます。まあそんなわけで少しね、動画撮れてね、お話できたらなぁなんて思っていますがね。まあ、娘もどんどん大きくなるし、ね、いろんなことに興味を持ってくるんでね、そのうちねまたここに行きたいとかそこに行きたいとかって言うかもしれないし、まあでももうちょっと大きくなってあれかな、なんかディズニーランドとかそういうところに行きたいとかって言うのかな、なんかねそんな気がしますけどね、まあそれはまたその時で、また考えればいいのかなと思っています。まあ旅行ね、いいですね。なんかで今ねだんだんね、なんかバスもねすごい安くて僕驚いたんですけど、電車で行くのもあれなんですか、バスで行くっていうね旅行もね意外とね、安くねできるかなと思うんですがね、まあいろいろ旅行の手段ね、昔だとねなんかこう寝台車に乗ってとかっていうことがあったんだけど、もうブルートレインとかね全然なくなっちゃったんでね、今だから新幹線飛行機、まあそういうのが主流になってくるのかな。あとはまあ新しい旅行でまあやり方でバスっていうのもあるのかなと思うんですがね、いろんなところに行って、いろんなものを見てなんか食べたりとか人と出会ったりするってね、なんか、なんかあれですね、すごいねいいことだと僕は考えています。はい、まあ今日はね旅行のお話をしました。じゃあ明日からねまたねちょっとねお出かけをしてきますがね、楽しいね、いい旅行であるようにね、あと怪我しないようにね気をつけないといけません。だからね細心の注意をね払って、でやっぱり旅行先でねなんか怪我したりとかねそうなっちゃうとねなんか悲しいのでね、大切な娘がね、怪我しないようにちゃんとね、配慮をね怠らないようにします。はい、最後まで見てくれてねどうもありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。このチャンネルでは、ね、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃんバイバーイ。はい。